Bueno, el chico tiene el mal de atacar. Tiene la margarita en casa. No, como coche de tomate para venir, no te voto caer. Que va a hacer el baile. Eso no cae que va a hacer. Bueno, voy a tocar a... Hágalo. Dura. Dura, Nelly. ¿Qué me decís? ¿Cómo me decís? ¿Cómo me decís? だからもうその次のまあその時は大事になってしまったんですね。で、なんかまあ、結末が、まあ相当なんか嫌らしいんですよ、みたいな、その害虫法の話が。で、結局その主人公4人組が、そのザール王やったら、大陸の王家全部統一するやんとかな。なんか男の子っぽい話でね。面白かったらいいんじゃないじゃない、うちの世界の女子やし、だからそんな話はもう全然違う方向に進んでる、あそうでもないか、最後までプロトできてるから、そのオーケーなんか次はせんし、アイルだけがね、そのザールオーケー可能性はあるけどね、だからそこでかなり相当物語が、普通アイルだけ、あとの子たちは全然別に特に借りたわ、で、もともとデドの山菜採りのね、ハーブ、知ってるかなと思って、少年の時に、あまり仕込んでもらった理由があるんですよ。それをおばあちゃんが、まず、だから、おばあちゃんに教えてもらう、もらい始めるっていうのがちょっと遅かったというような、やっと教えてもらったら、もうちょっと見送りかもしれない。もっと、そうさ、ね、ほんで、カリタはまあ、すごく教育熱心な町の商人、不動産屋さんですけど、まあ、商人の娘の、違う、不動産屋さんの孫も、ね、お母さんが、不動産屋さんの娘、お父さんは旅商人。デドたちの物語が始まる前にどうやら冒険があったらしい。それは上の世代の大冒険があった。それとうちが関係ない。うちが、マリコ。で、上の世代の時にマリコは下の世界見に行ったけど、それは殺されてしまったのか。その殺された人の少年の人物がデド。ヤマトっぽい風貌にしてるの。誰ってあの、レドとカリカ。あとはね、あの、エミシっぽい。つまり、副主人公の男女2人が、つまりペグとアイルがエミシのパッチリの丸顔。で、主人公のコンビのレドとカリカがヤマト民族の細い。いい名なの。その特徴の思い切り出しながら進んでいく、うん、ね、結局その皆さんが作ったんですよね、ちょっとずつその改正しながらしないとね、やっぱりうちの螺旋が歪むので、だから一気にその完全に王国ものっていうのをなくすことはできない、ただ一人の主人公が旧政府不全旧政府に当たり振り回されるということみんなもそうだね、ありとあらゆる人がマルガリー、惑星マルガリーとすごい人物だっていう予言に振り回される、その予言に適合するともいっぱいいっぱい、まあ予言ってそれぐらい曖昧なもんだし、じゃあその予言のね、たくさんある予言を全部満たす人物しか旧姓の人物じゃいうようなのが多分、うちがね、死んだ後、誰かが大切な感じで外注してたら、なんで男の子好きな話って言いながら、その全部その条件をクリアしてくる女の子の趣味に合ってるでしょ、どうやって。まあね、娘時代ですね。だから娘時代の話です。大人になってからの部分ないです。まあ、少女コミックによくあるよねって言ったら、覚えてますね。ね。
ないねん。予言に、すべての予言に出す人物になろうじゃないですか。すべての予言を見出す人物かどうかで、そういう知り合いですと。の物語に全くないねん。少年たちの、少年少女たちの予言、もうやな、完全に書いて。当たり前でしょ。少年文学を書きたかったんだ。なんか変だと思ったね。こんなんなんだと思って、うちの始めた話途中でついて、何いじられるのって、いや、だからそんな嫌な話が来たくないから、完全に嫌なことに完全になくしてんの。ただね、これはうちのマトロシのプロムライドのね、ツールなの？選別ツール、うちの本間の世界に、うちの本間の遺伝子世界に入れる人物かどうかを選別する秘密室って、そこなのよ、ここって、実はチャクラがあるってことね。チャクラの近くでしょ、海洋神経と神経集まってるチャクラ、このね、ステーション、インナーステーション、ここここの次、インナーステーション神経層とか、インナーステーションで、そこで選別するわけ、本当に絶対に入ったもん、いい人物かどうか、そのテストのためのね、シナリオなのよ、実はゲームブック、フローチャートで、それのうち名手だったんだって、昔その時の字がそういうメンツだったんでしょう。えそのいつまでも同じ字が、うちの体見てくれへんよ、うちの名手にそこでも付き合ってくれる字がね、で、うちの能力とかもほんとどんどんちょっとずつ変わっていくのが理想だけど、天使の場合、生まれた場合、娘になってもね、うちの旦那の部分を持つわけだけど、でもそれもちょっとずつ変わっていくのよ、本当はね。一気に変わったりするのにしてるんですよ、ね。それしんどいから、うちはもうね。そんな年じゃないし、このマトロシカもそんな年じゃないし。だからしんどいから。疲れてるよ、おばあさんが。本当にまあ、ふさわしいかどうか、うちの夫にふさわしいかどうかも選別する。ここは日本国管理局違う。言いますでしょ。ね。末端神経そんな機能ないし。入ってこると遮断できない。だけど、神経集まってるところは遮断できないし。ね。心開きはもっと遮断できないし。じゃあ、そこに、ゲームブックを地雷みたいに仕掛けてほしい。仕掛けたら絶対やん。で、ね、結局そんな物語なんですけど、その物語のままがなく、物語のままが世界なわけないの。で、うちの関係者だけはその物語に巻き込まれてるから、そのせいね、関係者というか、うちと外の世界の交際中にやつが、特に重要人物として扱われるわけ、例えば、ローマ教皇とかになってるわけ。それがローマ教皇と外の世界の英語の先生で、結局あと、あ、そうそうそう、今回の人物だろう、いろんなバージョンが残ってで、結局それでみんなスバルの召喚と召喚と司令官で、ナルイトもそうです、司令官の下の準司令みたいな感じで、本当にこんな話で防げるかどうかもチェックしてあるフローチャート管理か管理か、フローチャートが本当に機能してるのかな、実際にプレイしてはんのかな、そういうその特殊な特殊な商社じゃない、兵隊さんで軍人軍で特殊なスパルグッチ、これがスパルグッチね、で教えてもらってちゃんとこのプログラム動いてる、ジムさんあんまり関係ない。いや、どういうことかって言ったら、オーバーマップっていうか、まあ、プレリュード。ちょっと見えんねん。よくない。だけ。それはそれとして、プレリュード。
本来の世界を。外注した先生がその個性をね、その先生なりにその分析なさって、まあ、きっとこうなんだけど、なんでそんな話してくだ、そしてお前の関係者たちの前と男の子たちと特徴を持ってるねって、そうなんでぴったり許しそうな話を皆さんがしてくださって、で、皆さんの立ち演技したキレのマルガリータの外注のモスコールとかにだってもう、デートたち天皇家のほうになってるやんで、終わりそこで終わりやからそういうことの話がないねん続編なんか頼んでんけど続編買ってないからねと思うけどそういった今回インスタグラムの続編ないから全然関係ないから特に猫顔のね猫顔評価顔多いから頭全体評価いいんだよねそれを特に先生の後継者のラインで当時は勝手に続編書きゃそれ全く関係ないでもそれがあるとしたらどうせ感じやんだけど、じゃあもう、韓国で続きやってください、みたいな形になるけど、続きやったから。じゃあそれで結局、キノクマ連合って、復元するかもしれない。だから、いや、あれはね。日本でも終わってるから、この後も、腐れていくんちゃう。しゃあない。ただの、あの、入国管理局やから。ね。この次元は。だからまあ、こっちしといたらいいから、こっちしてんでもあんた。真相とかで、まあ、うちの物語がちゃんと置き換わるから今後はこのインナーステーションはうちの子のがバリバリに出てあんなあんたこんな女の子かなこんなやめようかってあまみたいな女の子に対して正直に使ってこうなのかあまみたいな女の子を罠にかけようと思ったらこんな風になっちゃうんかと自分の回答がいいでしょそんなで、あ、ごめんなっていうふうに諦めてもらうそれ選別の場所これ多分ね。神経そう。